知らんかもしれへんけど、うん、めっちゃ流行ったゲームがあったんですよ。それのチャッパ版ということで、パチャッパチャッパーを考えてきました。原型それわかんないでしょ。いや、それね、わかんない。わかんない。知らんの？知らんの？知らんの？え、キックパンチ。知らんの？知らんの？おお、え、マジで？あ、知らんってや。すごい。あの、まあ見てる人も知らんと言ってるかもわかんないですけど、パラッパラッパーっていうあのリズムゲームがあったよ、プレスで。そうそう。で、こう先生が出てきてリズム出してきて、それを同じやつ返すみたいなやつがあって、それをみんなに、ニッシーが先生になってチャッパーのフレーズ出してもらって、それを真似してっていうのを。なるほど。だからもう、まあ、ただ単純にチャッパーの練習ができるというコーナーで、なるほど、わかりました。続けてパチャッパチャッパ。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。あとなんや、今度は俺ビート担当するわ。あ、してくれる。すごい、それ逆に気になるんですね。もうでもないんじゃないかな。まあでもチャッパか、なかなかね、あの難しい楽器ですね。そうそう、でも前も言ってたけど、チャッパってこう家でごちょごちょごちょできる楽器なんで、まあ、いろんな叩き方をやってもらって、まあ、練習を題材にしてもらったらなということで、ルールを説明します。ニッシーが2小節分の、リズムを出すので、それを皆さんが順番に、だからなんとかかんとかなんとかかんとかが、でこれを繰り返して。なるほど。面白いやん。面白い。で、2小節のリズムは2回ぐらい繰り返した方がいいですか。あ、同じやつね。2回ずつ繰り返したら次のリズムがあるぐらい。それをまあある程度の時間、もう2小節取れたら5時間くらいやりそうだから、まあ、あのそれをまあ 5サイクルから10、うん、10ぐらいまでで、そうそう、何パターンかぐらいで。パラパラパーもキックパンチ、キックパンチ、キックそんなことない。そう、でも上げてみたらもうパー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 。そうね、そのパラパラパーはアドリブいっぱい入れたら点数高いんだけど、今回はできるだけ忠実な練習になります。それした意味がない。めっちゃ面白い。わかりました。あくまであの初級から中級ぐらいのイメージで、はいはいはい、あの行くとこまで行ってもらっていいよ。まあそれは日誌に任せます、で、僕とカーさんは見守るという役。そうだね。だからチャッパ持ってない人はあの場所でこうなんか見たら、あー、まあ、まあ、まあ、ちょっとカーキングができるんだよ。ね、イメージ。チャッパ持ってない人はこれやらんと思う。パチャッパチャッパーやから。おっしゃるね。手拍子ギョッシーが。手拍子ギョッシーまたやるかって言いながら。手拍子ギョッシー。じゃあ早速。はいはいはい。はい、
日誌の兵を真似して、まあ、チャッパの練習を、ねうんね、使っていただけたらと思いますので、いやでも、よう、面白いじゃん。よう、帝国語、もうほんま日誌、チャッパ持ったら完全にローランド、ゴリラやね。でも、これの仕事を言うな、あの、これね、おおじゃあ、ね、チャッパってなんか、あの、よく聞かれますもんね、何ですか、この楽器みたいな。そうそう、ああ、そうそうそう。やっぱ工房だと思うもんね。そうですよね。やっぱなんかこうやってやってるのがまあほんまそうですね。こうだから、うんうん、かっこよくやってやっぱね。そうですね。かっこよく演奏してください。そう、この前そういえばちなみにラジオの時に言ってたけど、うん、チャッパーを磨く派磨かない派の話をしてたけど、ニッシーどっち？僕は本当は磨かないんですけど、うん、この前磨いちゃいました。じゃあ。俺はね、磨いた方が好きですね、音は。まあ確かに音はなんかちょっと響くような気はします、ねうん。まあまあでも厳密に言うとだって薄くなるから。そうそうそう、どんどん薄くしていくからね。まあ余談ですけど。うんうん、うん、余談でした。うんうん、余談です。はい、余談です。はい。はい。歌うだけで。トレイのザチューブ。そう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 。調べよう調べよう。楽しんでいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。